やあ、君たち。ちょうどいいところへ。今、人をよこそうと思っていたんだ。何かご用でしょうか？うん。新しい任務だ。実は、今度行われるバルカニアとの会談についてなんだけど、その会場の警護をこの基地の兵で行うことになった。会場は港町トロックメア。現場の指揮はルードビッヒ少将が直接取られる。バルカニアとの会談現場をこの基地の兵で警護するのですか？それは…そうだね。まあ、少将も何か考えがあって受けたんだろう。だから僕も少しは協力するために冷静に対処できる人選をしているつもりなんだ。で、君たちも警護の任務についてほしい。早速だけど、トロックメアへ向かってくれないかな。町に着いたら、あとは少将の指揮に従ってくれればいい。頼んだよ。トロックメアですか。懐かしい場所ですね。各自の判断に任せ、僕だってやれる。もっと強くならなくちゃ。遠いところをよくお越しくださいました、アルフォンス・オーディネル卿。いえ、こちらこそ兵の随行を許可していただきありがたく思います。では明日の会談はよろしくお願いします。お前たちも来たんだ。はっ、警護の任を受けました。会談は明日を行う。明日の朝には宿に伝令を送り、持ち場を通達する。今日のうちにどの場所を任されてもよいように町の中を調べておく。はっ。まあ、お前たちならばミスもあるな。調査を早めに終わらせて、あとは自由にするという。君たちはディルクハイムの兵だね。はい。面白いな。使い魔を連れている兵は初めて見た。一応自己紹介しておこう。私は
アルフォンス・オーディニュ。明日行われる会談の警護役として先にリルクハイム入りさせてもらった。それにしても面白い街だな。わざわざ干拓してまで街を作ると。そうだな、あれが決壊したらこの街はひとたまりもないだろう。自然災害もそうですけど、もし戦争で壊されでもしたら。いや、その心配はいらない。戦争で、あの堤防を壊すことはないだろうからな。え？堤防を決壊させ、町の機能を止めてしまったのでは、制圧する意味がなくなるからな。もし制圧するならば、できるだけ被害を抑えねばならない。そういった意味では、この町は非常に戦いにくい構造をしている。この町を会場に選んだのは、この守るに安く、攻めるに堅いという特徴ゆえだ。理解してもらえたかね？さて、部下が待っているのでな。これで戻らせてもらうぞ。Thank you.
とたまりもないぞ。あれはこの上天使まで、私一人では無理か。部下と合流しなければ。君は甘い。これまでもずっとそうだった。でも君だって見てきただろう。何世紀を経ても人間は変わらなかった。もはや方法は一つ。我々にできることは彼らを裁くことだけだ。マスター、しっかりしてください。マスター、丁重に運んでくれ。はっ。ここから見える限りではもう人影はないようです。沖に流されてしまった人もいるだろう。そちらは船からの救出に頼るしかないな。水難だけに時間との勝負ですね。我々にも船があれば手伝いたいところですが。そうだな。少しでも多く助かってほしいものだ。オーディネル様、どうした？報告します。実はよからぬ情報が流れています。どんな情報だ？それがあの怪物は我々の仕業だと。ということだ。兵を招集しろ。急ぎ国へ戻るぞ。グズグズすれば国境を封鎖される。はっ、了解しました。デュルクハイムの者が我々に快く思っていないことを知っていれば、まさかこのような形で痛感することになるとはない。それにしてもあの魔獣は一体。民の救出状況は？まだ周辺海域の2割ほどしか完了しておりません。潮流の関係で沖へ流されたものも多く。最悪だな。少将殿。手短に報告を受けたい。まずバルカニア兵の動きは？バルカニア兵は化け物の出現直後までは町の中にいましたが、この混乱に乗じ町を脱出したようです。すぐに国境線を固めるよう指示を出したのですが、未だ網にかかってはいません。この混乱では後手に回るのも仕方ないか。政治家たちへの被害は？デリンガー大統領をはじめ主だった政治家は明日到着予定だったため無事であります。しかし和平推進派議員の多くがこの町に住居を構えているため彼らに被害が。そう、引き続き市民の救助に当たってくれ。はっ、全力を尽くします。それからカーギルを呼び寄せたい。使いを出してくれ。カーギルですか？そうだ、早くしろ。はっ。あのジジイ、何としても口を封じねば。
倒的に有利で、僕だってやれるんだ。もっと強くならなくちゃ。各自の判断に任せ、これでよし。次はどう出ますか。よろしいですか。勝てたようですね。各自の判断に任せますか。これでどうだ。次はどう出ますか。よろしいですか。もっと強くならなくちゃ。とうとう諸君の学んできた魔法を実戦で使う時が来てしまった。君たちは舞台に欠かせない貴重な魔術師として各戦地へ向かう軍団に編成される。これから呼ばれるチームごとに指定した部屋へ向かうように。そこで編成される軍団や必要な情報を伝える。まずブルー1、ブルー2、ブルー3は第三上官室へ。レッド1、レッド2、レッド3は以上。僕たちは呼ばれませんでしたね。一体どこに行かされるんでしょう。ああ、レムス君、君も別室に行ってくれないか。え、僕たちのチームは呼ばれませんでしたけど。君たちは今回の作戦から別々のチームに配属されることになった。グリーン2と同じ部屋へ行きなさい。はい。まさかこんな日が来るなんて思いませんでした。どこに行くにもずっと一緒だと思っていたのに。レムス君、他の人を待たせないよう早く行きたまえ。別れの挨拶なら後で部屋でするといい。さて、こうして残った君たちは全員がルインチャイルドだと気づいたはずだ。君たちはルードヴィヒ少将の特命で極秘任務専門の特殊部隊に再編成されるそうだ。詳しくは私も知らされていないのだが、
くれぐれも無事でいてほしい。では各自に行き先を伝える。さて最後に君への指令だ。君への指令は港町トロックメアに行くことだ。その町の宿でカーギルという責任者と会い、以後は彼の指示に従ってくれ。またこの任務は仲間の誰にも話してはいけない。目的地も誰に会うかもね。頑張ってくれたまえ。とはいえ今から出ては遅くなるから、今日は部屋で休んで明日の朝出発するといいだろう。すぐに出発じゃなかったんですね。よかった。レムスさん、今までずっと一緒だったのにとうとう離れることになっちゃいましたね。もし離れることになってもそれはずっと先のことだと思ってました。いずれは離れ離れになると思っていたけど、まさかこんなにすぐにその日が来るなんて。僕は明日の早朝出発なんですけど、あなたはどうですか？マスターも明日出発すればいいそうです。それじゃあ今夜だけですね。考えたくはないけれど、これで本当にお別れになるかもしれない。最後まであなたには迷惑をかけっぱなしですね。でもこれからは自分で何とかしなければならないんですね。今夜は少し思い出話に花を咲かせませんか？僕たちが一緒にいた時間を確認したいんです。マスターとレムスさんの思い出ですか？大変興味深いですね。ええ、まずはどこから話しましょうか。最初の出会いは森で倒れていた僕をあなたとレジーナさんが発見してくれたんでしたね。すみませんでした。レジーナさんには悪いことをしました。そういえば覚えていますか？僕が初めて戦いに参加したとき、あの時はあなたが。そのようなことがあったのですか？今僕がこうしていられるのもあなたのおかげですよ。そんな、僕なんてまだまだです。結構遅くなっちゃいましたね。僕明日の朝は早いのでこれで失礼します。おやすみなさい。それからお元気で。レムスさん。